モンストロの7点、これ特にこだわったのはロングキャストの中の精度、ね、飛ばせる竿はたくさんあるんですけども、ロングキャストしてなおかつ精度、要はですね、飛ぶ竿って、ね、やっぱりね竿にね体が振り回されちゃうんですよね。でこの竿ってやっぱり振り切りがものすごく軽いんですよ。でボートフィッシングやからといってロングキャスト必要ないってことは全くないんですよね。やっぱりトレース進む分が長ければ長いだけストライクゾーンが増えるんで取れるバスも多くなると。で特に僕この7点ではこの僕の代名詞ともなってるこのモグラシャターのトロ巻きを使うんですけどね、シャターがものすごく扱いやすい竿です。よう飛びますよ。俺はでそのロングキャストが何で大事かって言うたら、やっぱりその南高でも北でもそうなんですけども、やっぱりそのでかいバスってねものすごいこっちのボートの気配を感じるんですよね。ほんでエレキの音、魚探の音ね、ありとあらゆるものね聞こえとるんですよ。僕しょっちゅう琵琶湖潜ってるんでねよくわかるんですけど、例えばそのエレキの音なんて僕の耳でも20メートル先から聞こえるんですよ。っていうことは最低50メートルは飛ばしたいなという感じなんですね。常に気持ちよく飛んでいきます。最初だから投げるときにはその引き手っていうのは意識しにくいと思うんですけど、慣れてきたらだんだん引く手が強くなってくるはずですわ。そしたらもう飛距離が全然変わりますね。竿が長い分腹筋が決まるんですよ、若干柔らかくても。でちょっと若干ティップが入るようにしてあるのはやっぱこのチャターのブルブルを一番感じやすいように、あとバイブレーションとかですよね、一番ブル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 感じれるように。モンストロシリーズでは一番ティップが柔らかい、まあ柔らかいって言うても標準のフリッピングロッドぐらいの硬さは持ってます。モンストロ7点、僕がベイトデルワーやるときは全部この竿ですわモンストロの7号とエルフォリの7号はぶっちゃけ僕のライブベイトロッドなんですね。でこっち特に僕は一番チャターベイトが得意なんですけども、チャターベイトのトロ巻きするのに一番最適な竿アクション、まあ、モンストロの7号と同じなんですけども、まあ魚かけたらよう曲がるぞと、それとロンググリップ、これが飛距離を生む。よう飛びます。でついでにチャターの解説をしておくと、まあ、カウントダウン、4メートルでだいたい6秒ぐらいですかね、2分の1オンス でカウントダウンして巻き始める。で竿は下段に構えて、こんな感じですね。ブルブルを感じる一番ゆっくりの速度でゆっくりゆっくり巻いてくる。その時にやっぱりティップが若干入らないと、ブルブルを感じにくいので、ブルブルを殺してしまうんかな。その辺は特にこだわりましたね。でチャターに限らず、僕はウィードが少ない時期の春の浅いレンジ 2.5 とかそれぐらいのレンジのスコーンもこの竿でやってます。4分の1オンスのスコーンですね。ウィードを切れる竿は7.1なんですけども、ウィードを切らなくてもいい状況、そんな状況ではこっちの7点を使ってます。まあ、さっていうかルアー全部これですけどねテキサスもノーシンカーもビッグベイト、ビッグベイトジョイクロ、その辺のやつも全部これでやってます。ルアーはだから一番魚触ってる竿かな僕の中では。何がいいってね、やっぱりね投げて気持ちいい、であとは特徴は同じく魚かけたらもうすんごい曲がるぞと。エルフォリジドンテの78と比べるとガイドもだいぶちっちゃめで、こっちの方が持ち重りしない感じ
なんと、あと振り抜け、キャストした時の振り抜け。じゃあ真剣にガチのキャストを見せましょう。こんな感じです。今まで 300m 飛んだと思いますわなんてね。キャストしてね、一番気持ちいい竿がこのモンストロ7000やと思います。ツララロッドの中でやっぱダントツに飛ぶのは83なんですけどね、エルホリゾンテの83でもあれはね、やっぱりね、使い手を選びますね。かなり重いです。振り切れるパワーと操作するパワーがあれば全然83ありですけど、一般の人はやっぱりこの7点ぐらいが一番使いやすいんじゃないですかね。でこれもやっぱりそのよう言われるのが、グリップはちょっと長すぎますわ、ショートグリップがいいんですよ。ダメです、ショートグリップはダメです。このロンググリップやからその飛距離を生むんですよ。この引き手、振り抜いた時の引き手ですね。でさっきも説明したように、持ち替える時はこうやるから体に当たるんです。こう持ち替えれば全然当たらないです。要は慣れです。竿なんてもんはね、惚れ抜いて竿に体を合わせてあげるんですよ。自分に合わせた道具を探したらきりないです。だいたい僕ボートの上でおかっぱりやってる感じなんですね。だからみんながルアーローテーションするために竿をいっぱい持ち込むんですけども、僕はだいたい一つの釣り、釣り出たらだいたい2本か3本、だいたい1本で終わっちゃいますね。うちのガイドでもゲストには竿1本だけで来てもらったりっていうのもういつも一番多いですね。それがだからこの7点で、僕が今まで使ったルアーって言ったら、そうですね、カットテールの10インチのノーシンカー、軽いやつで言えば、あとは、モグラチャッター、モグラチャッターやったら4183 2分の1全部ですね。であと4分の1のスコーンと、あとはテキサスリグもこれでやります。パンチもできますね、できるっちゃ。それぐらいの硬さは十分になります。